GoTo 工事泉とスイーツマラソン開催したいと思います。スイーツしか食べないつもりです。プリンシェイク4新鮮アイテムです。秘境信玄餅もなか、もうボロボロやないかい。うん、まあこれも普通に美味しいです。第3のスイーツ、蒸しパン、お茶三昧。うまいけど一気に食べたらめっちゃパサパサする。制限時間は午後の5時2分にしたいと思います。12時間です。もしね、12時間以内にゴールできなかったら、私は責任を持って明日もコージーコーナーに行きます。そして全種類を購入し全部食おうと思います。めちゃめちゃ静かで厳かな土地ですね。本当に神聖な感じがしますよ、ここは。暑い、めっちゃ暑い。じゃあね、疲れてきたんでここで第5のスイーツをいただきたいと思います。これだ。じゃん、エクレアモカ。ドロドロに溶けとるがな。早く食ってあげればよかったんだけどね、住宅街だったからさ。ちょっと山の中入ったんで、これいただきます。うまい。いや美味しいよ、エクレアモカ味ね。うん、チョコじゃなくてモカ味にしてね、ちょっとドロドロ具合がね、まだマシだったかもしれない。冷めても美味しいカレーみたいなジャンルはあるけど、あったかくても美味しいエクレアでした。ありがとうございます。ちなみにコージーコーナーで買って、その後ねモンブラン食べたじゃないですか。その後ねまたね買い物したんですよ、お茶とか欲しかったんで。でその時に違う会社のスイーツとかもうチラ見してたんですけど、その時ねコージーコーナーにいたおばちゃんの販売員が来て俺にね言ったんですよ、こっちのは新商品だよって。私はそれを全て買いました。いや俺めっちゃチョロすぎやん。日本全国のおばちゃん販売員の方に言います。私がいたらとにかく声をかけてみてください。多分全部買います。しかしかなり登るな。標高1250メートルだったかな、泉湖はね。まあね、まあまあ登りますんで、ちょっとねきつい登りは無理せず歩いていこうと思います。きつい、でも頑張ります。これは間違いなく夜中走っちゃいけない系の道ですね。なんなら昼間でもちょっとおっかないです。はい、ずっと登ってるんですけどね、今山の中に入って3キロぐらい経過しました。なんで泉湖まではねあと3キロです。あと3キロ登り続けなきゃいけないんだけど、それでねちょっと疲れちゃったんで、6個目のスイーツいただきたいと思います。俺実は5個買ったんですよ、この同じタイプのスイーツ。まあ、言ってしまえばこいつくるみやばびこなんですけどね、くるみやばびこのハーフサイズを5個買いました。5種類全部違うタイプなんですけど、これねちょっと1個食わしてください。ハーフですね。ハーフというのはこれサイズの問題なんで、これ一般的な中身のサイズがねハーフなだけです。いただきます。はい、ごちそうさまでした。まあ普通にねめちゃめちゃ美味しいです。ちなみにこのねくるみやまびこハーフは150キロカロリーなんですよね。でハーフじゃないフルサイズは319キロカロリーなんですよ。それから分かることは、周りのサクサクエリアよりも中のスニッカーズエリアの方がカロリーが高いということです。また今日もくるみやまびこに詳しくなってしまった。開通記念碑がありますね、三佐山林道。ここを左に行くと三佐山社と銭神社って読むのかな、銭神社あるみたいですね。今私が来たのは下諏訪町市街、これから向かうのが
諏訪市立の海公園、下草町泉湖公園、泉湖公園へ向かいます。ちなみにさっきくるみやまびこ食べたあたり、山の中腹からほとんど電波がないです。全くね、通信できないような感じになっています。たまにね、車やバイクが通るけど、基本的にはめちゃめちゃ静かな森ですね。さてね、さっきのくるみやまびこハーフを食べたところからまだね 1.5 キロしか歩いてないんですけど、7つ目のスイーツ行きたいと思います。こいつだ、くるみやまびこハーフライト。これは何かっていうと、まあハーフはハーフなんですけど、ライト、あのカロリーオフのやつのハーフサイズになりますね。ちなみにさっきのくるみやまびこハーフが150キロカロリーで、このハーフライトはなんと141キロカロリーです。え、誤差やん。ちょっとしか変わんねえとは思うけど、ちょっとね、味がね、どうかいただいてみたいと思います。ちょっと食べる前にビジュアルね、見ていただきましょうか。見た目はね、まあこんな感じです。もうスニッカーズが横から切ってあるみたいな感じですね。まあね、これがね、マジでうまいんですよ。いただきます。うん、はい、めちゃめちゃ美味しい。ハーフライト美味しいです。というか俺、赤コーラと黒コーラの味が差がわからないぐらいの味音痴なんで、多分ね、こんなね、ハーフライトとハーフの差はね、わかんないと思ったんですけど、ぶっちゃけわかります。私はこのハーフライトの方が好みですね。なんていうか、こっちの方が甘さがマイルドになってて、くるみの味がね、より伝わってきますね。ハーフライトおすすめです。カロリーもちょっと低いし、ぜひご賞味ください。のどかな森です。鳥の声がずっと聞こえてきてね、本当に癒されます。泉湖まではね、もう間もなくです。多分聞こえないと思いますけど、この桜の周りめっちゃ音がするんですよ。うーんって、何の音かと思ったら、無数の蜂がいますね。たくさんたくさん。うかつに近寄らない方がいい。まあ多分ミツバチだと思うけど、すごい音がします。初めてだな、こんなの。私はここのところね、あまり遠くに出かけることができないんで、自分のね、足で行ける範囲の山に登ってますけど、その度に思うのがね、本当に山やその場所によって全然ね、文化が違うんですよ。住んでいる虫や動物、そして植物が全然違う。そういうことにね、気づきましたね。例えばこことかは、その以前行った千代田湖とかとは全然違う生き物が住んでますね。鳥の種類も全然違うし、本当にね、私はあまりね、そういったところに動植物について詳しくないんで行けないんですけど、そういったところを勉強していくとね、もっと山を楽しめるかもしれない。はい、泉湖公園来ました。着きました。ちょっとね、ちらほら人がいらっしゃるんでね、俺ちょっとね、離れたちょっと座れるあたりを探してね、お弁当をいただきたいと思います。泉区はね、施設がすっかり使えなくなっています。ちょっとここはね、チラ見するだけで行こうと思います。綺麗な湖ですよ。もう少し先に立の海公園という場所があります。そこでワンチャンね、ベンチを探したいと思います。本当にね、ベンチに座れるだけでいいんだけどね、お弁当食べたいんで、ちょっと行ってみます。5秒したら着いたわ。言って5秒したら着きました。すっごい綺麗、緑色で、すっごい綺麗だよ。アメンボがいっぱいいますね。
ちょっとイメージと違ったな。泉湖公園も立の海公園もあのね、山奥のね誰もいないような静かな湖だと思ってたら結構ね人いらっしゃるんでね、俺ちょっとねチラ見してスルーしてきました。なんでね、お弁当は後だ。ちょっとね一個だけいただきたいと思います。もう何個目だか忘れたよ。これ多分8個目だよね。本日8個目のスイーツになります。今ね数を確認しました。8個目のスイーツはこいつだ。くるみやまびこ大豆。こいつはね変わり種シリーズの中でも今まであったシリーズらしいです。いただいてみたいと思います。131キロカロリー。はい、いただきました大豆。まあ大豆ってことでね最初食べ始めたんだけど、何が大豆なのか全然わかりませんでした。ただね食べてくうちにどん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 豆っぽくなってって、もう最終的にはね完全に口の中が節分の豆になります。なんでね自分的には微妙ですね。まあヘルシーって書いてあるんで、カロリーはね確かにねノーマルに対してめちゃめちゃでもないけどちょっと低いですね。131キロカロリーなんで19キロカロリーだけ低いです。ただねこっちの方が10円高いですね。ノーマルが110円に対してこいつは120円なんで、うん、なんで私は個人的にはくるみの味を最初から最後まで楽しみたいんで、ノーマルかライトを押したいと思います。まあね一回は食べてみてもいいと思いますね。よかった、でかい道に出ますね。これは今来た方向を示す立の海公園の看板です。このでかい道を下っていけば立石公園っていうところに出るはずです。立石公園はねめちゃめちゃカップルが集まる夜景スポットの隣に休憩施設がある、めちゃめちゃ便利なスポットです。ちょっとそこ目指してね行こうと思います。お弁当ね食べれるところがあったらぜひねお弁当も食べたいと思います。